ジオでつなげろ、リアルにつなげろ、ウキウキワクワクレイディクロー。みゆきと村沢の月曜から乾杯。皆さんこんばんは、杉浦美由紀です。はいはい、村沢でございますよ。ということで、はい、4月の8日でございます。そうね、春になったね。なってきましたとも。ねー、嬉しい。はい、桜は多分咲き放題で、うん、まあ、花粉も飛び放題と、うん、いうような。もう杉からヒノキになってますからね。そう言ってたね、うんうん、どうなの花粉の具合は。いや、なんか杉よりヒノキの方がひどい気がする、私は今年。あ、そう、うん、やっぱ年で変わったりすんのかね、あれは。かもしれない。うーん、なんかこうガードしきれない私の中の何かが、うん、いるんだと思う。あるいは新たにヒノキがこうなんかね追加されたとかっていう可能性もあるよね。ある。うーん、そうそう、そう、大事にしてくださいよ、うん。今日そういえばなんかちょっと入ってきた時に、うん、一瞬うちのスタッフもそうだったんだけど、はい、いでたちがちょっとあれなんか杉浦さん違いますねみたいな。髪を下ろしてないからでしょ。そう、今日はなんかあのライブの時のいわゆるヤンキーチックな、あのなんでヤンキーチックだろうね、ポニーテール風の風。今日はざっくり後ろでルーズにまとめてみました。うん、それは何、お掃除とかしてきたの今日。バカじゃないいや、なんか申し訳ないですけど収録前にはお掃除しません。そっか、はい、いや、なんかこう髪の毛パッとまとめて、はい、うちをガーッと掃除してから、うん、そのまま来たのかなと思って。いや、全然違います。なんか今日はこんな気分だったんです。本当、はい、春っぽくていいと思います。ありがとうございます。はい、あの話ちょっとまた変わってしまうんですけど、うん、どんぐらい160度ぐらい変わります。 OK、 僕がちょっと、知り合いというかそのフォローしてる人が、うん、YouTube にちょっと上げてた話なんですけども、うん、その方はよくお仕事で新幹線で地方に行かれるんですね。はい、で、オイラはあんまり新幹線に乗らないので。そうだね。そう、みゆき城はほら割と大阪とかそうです、ね、お仕事で行くので、うんうんうん、ちょっと聞きたいんだけど。何？新幹線の中の、うん、その香水の匂い、うん、その車両が、うん、いわゆるそのまあ例えば隣に座った人がきつい香水をつけていてこう匂いしてくるのは、うん、まあ、やむを得ないとして、うん、それがこう6席ぐらい離れた席に座っているのに、うん、その人の香水の匂いがその下手したら1車両すべてを支配してしまうぐらい強い香水をつけてる人がいるんだけど、あれはなんとかならねえのかって言ってその人はすげえ文句を言ってたんだけど、うん、あその辺例えば女性の立場とか新幹線乗る人がからすると、うん、どんな感じなのかなと思って。私は、うん、そういう人に会ったことがないかも。あ、そうなんだ、うん、へえ。車両が香水臭いと思ったことがないから、うん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 、あの記憶に今浮かんでこないってことは多分ないんですよ。ピンとこないってことだ、うん、へえ。で、結構まあ乗る時間帯も、うん、人とちょっとずらしたりとかっていう時間帯に乗ってるので、すっごい混んでる時間とかにはあんまり乗らないようにしているので、あ、っていうこともあるかもしれないですね。あ、そうなんだね、うん、俺なんか新幹線は乗らないけど、うん、確かになんかその人 の、 あの YouTube 見てて思ったのは、うん、立ち食いそば屋によく行くんだけど、うん、立ち食いそば屋を通勤時間に入ると、うん、なかなか臭いの頭とかこう体とかにつけてくるおじさんがいるわけよ、うん、それは香水をつけて。香水なのかヘアトニックなのか、あー、なるほど、瓶付け油なのか分かんないけど、とにかく、うん、その匂いの方向がこうきついわけだな、うんうんうん、それでその匂いだけならいいんだけど、うん、それにまたなんか本ご本人の加齢臭もこうプラスになって、その絵も言われぬすらそこにいわゆるその立ち食いそば屋さんのカツオだしの香りが入ったりするわけですよ。そうするともうほとんど俺は何の匂いを嗅がされてるんだという時は結構経験としてあるわけだ。へえ、あれね、ありますよね。そのあ、ないよね。ですか。いや、あのね、俺立ち食いそば屋行くと本当にあるんだよね。その私もたまに行きますけど、うん、ない、関わんない、そういう人と。俺本
当によくある立ち食いそば屋は。なんか俺の後つけてきてんじゃないかと思うぐらい立て続けに来ることとかあるよ、うん、同じ人ではないでしょ。同じ人じゃないよだったらいやだってつけてんのか怖えよそうだよねそうそう。だけどさ、うん、思うんだけどその匂いとかってさ、うん、自分はいいと思ってても、うん、こう他の人から嗅がれる不快になってしまう場合があるってことですよね。だからほら割とみゆき女なんかはさ、うん、多分このスタジオで収録をするから、うん、匂いとかはあんまりしないように多分してくれてると思うんだよね。私でも普段からちょこっとはつけますけど、うん、外に行くとき、うん、こんなもんですよ、どこ行くにも。あ、そうなんだ、うん、よくこうなんかってやんないとこうなんか匂いがしてこないぐらいの感じなんだ、うん、ぐらいですね。そうだよね、隣で写真とか撮ってても、うん、全然匂いとかしてこないから。いや本当ですか、うん、なんかあつけない人なんだなと思って。プライベートでは全くつけないですけど。あ、そうなんだ。つけないです。へお仕事の時はつけると自分スイッチがそこで変わるんですよ、うん、あは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 あ。だからプライベートでつけないっていうのもあるんですけど。ああそうなんだ、分けてるわけね。そう、よし頑張ろうっていうテンションになるんですよ。そっか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 、うん、俺らはね高校ぐらいの時かな、二十歳ぐらいの時かな、やっぱりそのつけたての頃っていうか。タクティクス。あそう、よく知ってるねやっぱヤンキー御用達のね、タクティクス、ね、そう、あの当時はタクティクスだったね、うん、みんななんだか、うん、みんなタクティクス、白い瓶でちょっと先っちょがこうとんがってる感じのやつで、うん、ちょっとルービックキューブみたいなマークなんだよ、なんかブロックの、うん、へえ。でね CM がねプールサイドに白のなんかスーツジャケットみたいな着たおじさんが、どうでもいい遠い教皇引っ張り出してますよ、なんかカッコつけてこうなんかこうプールで、うん、なんかその水着の姉ちゃんとなんかやりバスタオルを渡すんだかなんだ忘れちゃったけど、うん、なんかそんな CM だったよ、うん、タクティクスみたいな。そうね、そんな発音だったよね。そうで、ちょっと高いんだよねタクティクスが。いくらだったの当時ね。俺が20代の頃で3800円ぐらいだった、うん、あ、意外にするんだ。意外としたんですよ。よくみんな学生の頃つけてたね。つけてた、つけてた、頑張ってつけてたんだよね、え。でそれも、うん、そのみゆき嬢が言うとこみたいに、まあ、ちょっと仕事に行くときシュッシュぐらいじゃないわけ。シュッ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 、もうそうそう、下手したらもうパシ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 ってやって、うん、わかる。びちょびちょにして化粧水みたいにして体中にパンパンパンって叩いて、おいでそれやりすぎじゃない言って出ていくみたいな。そんなじゃなかったよね。いやそんなだったと思うよみんな、結局ほらかな自分でさ、うん、なんかこうつけてるとだんだん匂いってさちょっとマジしてくるじゃない、ね、お部屋の中の匂いなんか特にそうですよね。そうなんだよね。私自分家の匂いってこうだなって思ってる匂いがあるんですよ、うんうんうん、好きなお香を焚いて、うん、芳香剤を置いておうおうあるんですけど、だけど家族が甥っ子とか姪っ子とか来ると、うん、ああミンチョの匂いがするって言うんだけど、私の中ではその匂いじゃないんですよきっと。ちょっと待って、ミンチョミーって言うんですよ、甥っ子とか姪っ子が私のことを。へえ、ミーの匂いがする、ミンチの匂いがするって言うんですよ。ミンチの、へえ。で何か例えばバッグとかあげるじゃないですか、うんうんうん、布の、あ、そうするとそこに、うん、もうミンチの匂いが、が、うん、するよとかって言うんですけど、それ嗅いでも、うん、わかんないんですよ。だから、あ、自分ではね、それと同じことですよね。同じこと。うん。お部屋の中の匂いって本当、ドアを玄関がジャッて鍵開けた、開けた瞬間だけ、うん、一瞬だけなんかこう感じますけど、ほっほっほ、もう中にいると全然わかんなくなるもんね。うんうん、ああ、そっかそっかそっか、うん。でもそうやって考えると、うん、高校の時、中学の時かな忘れちゃったけど、うん、すげえ仏壇の匂いのするやつがいて。もうそれお線香ってこと？そう、毎日なんかね、なんと白、今考えたら、うん、白檀の匂いだか、うん、なんかちょっとそういう木のなんか清雲じゃない？昔だって白檀なんてさないか、そんなに あっただろうけど、うん、今ほどいろんな香りがお線香に普及してたっていうイメージがないんですよ。そうかも、確かに線香と言えば清雲的な、そうだったかもイメージだから、だからどこ行ってもばあちゃん家とか、うん、お友達ん家とかでもこう共通してたかようなイメージがありますけどね。
でもそう言われたらそうかもしれない、うん、なんまとにかくその人はもう体中から常になんかこう線香の匂いがやっぱしててで嫌な感じじゃないんだけど何かこう、うん、なんていうのかなこう手を合わせたくなるというかそのなんていうの その彼と会うとね嘘本当ですって子供の時手合わせたくなるなんて思わないよねお線香のに香り変えてねいやねもったいやいやちょっと待ってなんかいい人になった今違う絶対嘘違う違うちょっと聞いて何おいらは、うん、ばあちゃん子だから、うんやっぱ子供の頃からそういうのを見てるわけだよね、うん、仏壇の前でこうばあちゃんが手を合わせて般若心経を唱えてる様、うんうんうん、だから、うん、やっぱりお線香の匂いがすると反射的にわっていう気持ちにそのなっていたんじゃないかと なんか喋ってよその放置しないでさ終わるかなと思って、うん、いやいやでもなんかねやっぱそうだった、うん、その人 あのさっきのみゆき嬢の話じゃないけど、うん、うちの匂いっていうのは、うん、あったよね結構ありますね個性として、うん、それで残念な人がやっぱり一人いてこれはなんかこれ番組聞いてるとあれだから、まあ、あんまり詳しくは言えないんだけど、うん、トイレの匂いがするうちっていうのがあって扉を開けると、うんいつもちょっとなんかこううんこ臭いっていうか今時そんな家ある違う今じゃないって俺高校の時だから40年前ねあそうかそうか割とこう古い家に住んでた方で、うん、多分だけど水洗じゃなかったんだトイレが、うん、だから、うん、その常に、うん、要はその台がある状態がこうふわっとと部屋の中にこう、なんか充満してる感じの地元なかったっすかそういう人、いやないですし、うん私が幼稚園の頃は、うんうん、うちもポットントイレでしたあだから言ってる意味かわいいねポットントイレちょっとなんかボットン便所ねボットントイレなんですけどおうおうだからしたら蓋するみたいなあだから蓋をしてる家は、うん、ちゃんと、うん、匂いをしないんだと思う、うん、そいつんちは、うん、蓋もしないしフルオープンそうでなんなら、うん、おばあちゃんが住んでたから、うん、ドアも開けっぱなしだから常にだから常にその香りとこう共存してる感じよ、うんうん、そんなつくねいやいや、一軒の家はだからちゃんと蓋してたからそれはお母様とお父様がちゃんと匂い、うん、あこれじゃあポットン便所は蓋しないとダメだなっていうのが分かってらしたからさ、うんうんうん、そうあそう、うん、まあちょっとねそこに対してそうって言われたらまあそうだねそうですかしか言えないんですけど、うん、そういう人もいたんだなっていう話です、ねうん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 、でもまあどうですかこれ新幹線のおいにいの話ですけれどもそうですね、うん、まあどれぐらい混んでるかにもよると思うんですよ。で今、いろんな国の方も多いですしそう本当そうだよねで結構これ一概に言えないですけど、うん、結構外人さんの方がつけてる量が多い買ったりするんですよ間違いない香水の量をそれはもう新大久保に住んでる僕が保証します、うんね、外国人の方は僕の10代の時ぐらい、うん、一瓶使ってんじゃねえかっていうぐらい浴びてるぐらいの勢いでなんかね浴びてますよすごって言う人いるじゃないですかいますエレベーターの中とかえらいことになっちゃうよぐらいのえらいことになってます ね、うん、だから、香りって癒されてとてもいいと思うんですけど、うんまあ、好き嫌いがあるのでね、うん、そこは外に出るときはほどほどにというところを気をつけないといけないかなと思います限度をわきまえてとそう、ね、いうことなんですかねはいあ僕もじゃあ気をつけるようにしますんでそうしてはいムラさんのミュージックタイムマシーンということで、はい、こんな感じのオープニングだっけ？いやなんかちょっとね、久しぶりで忘れちゃった。
そんなんですよ、ね、すいません手作りでやらせていただいてますので、うん、はい、まあでも一応なんとなくこう、レギュラーになりつつあります。この間ね時間なくてできなかったんでね、そうそうそう、うん、久しぶりに行ってみよう。そうで、うん、なんか1ヶ月ぐらい前にやったらほらみゆきちゃんがなかなか面白いからやったらなんて言ってくれたんで、うん、面白かった。ちょっと今回も、うん、はい、持ってきましたこちら、YouTube をご覧の皆様は、確認していただいてます。電木です。でございます。カラオケの電木です。そうでございます。うん、これで、あの頃この頃ということで、はい、年代で調べさせていただきます。はい、本日はですね、何、私村沢が、まあ、卒業シーズン、本日4月の 8日ということもあって、うん、卒業シーズンなので私村沢が入学シーズンよ。あ、間違った、ごめんそうだねありがとうございます。はい、そう、入学シーズンなので、うんうん、私村沢が高校に入学した年、うん、1981年、はいはい、この年に、うん、流行った昭和の曲なんかをちょっといじりながらお話ししていきたいと思っております。81年でしょ。はい、1981年、私12歳ですね。12歳、6年生、12歳の時に流行った曲がここにずらっと今出ております。横浜銀杯だ。横浜銀杯、そうですね、うん、横浜銀杯とか例えば、うん、芋金トリオとか、あー、ハイスクールララバイ、そう、やっぱりこの頃ですね、流行りましたね。そうでございますよ。で、寺尾明、ルビーの指輪、ああそう早いね、反応が。そうですね。で、この時にね、松田聖子さんがやっぱり2曲3曲たくさん入っていましてですね。なんだろう、その頃チェリーブロッサム、ああそうチェリーブロッサムとか風立ちぬ、ああ今は秋ね、そうっていう曲が、まあ、はい、あの頃ですか。そうでございます。あとはですね、うん、薬師丸ひろ子、これ映画のタイトル、セーラー服時感じる、そう、あれ6年生の時か。そうでございます。懐かしいですね。快感ってやつでしょ、バリ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 、うんうん、やってね、うんうん、あ、相馬慎二監督の映画でしたけど、綺麗な歌声でね。いや、そうですそうです、うん、そうです。なんか薬師丸さんは今も結構ライブとかやって歌われてますよね。歌ってるよね、うんうん、さあそして、はい、あ、やっぱりそうですね、横浜銀杯の突っ張りハイスクールロックンロール、うん、ロックンロールねー、うん、だって私横浜銀杯のポスター部屋に貼ってましたもん本当、うん、え、めっちゃ貼ってた。え、ヤンキーだったの？うん、ヤンキーじゃないよ。そうなの？人よりちょっと元気があって自由な子だった。そうかな、うん、横浜銀杯のポスターを部屋に貼る人はヤンキーだった記憶がある。そんなことないな。そうか、うん、あとはですね、これちょっとマニアかな、うん、五十嵐弘明って覚えてる？ハロー、グッドサンライ。あー、覚えてる。これがペガサスの朝という曲なんですけど、これがボカンと出てきた年らしい。それ頭どんな歌詞だっけ？え、まさに今あの歌ったそサビ始まりみたいな。そうだっけ？そうへえ。そう、あの日から時はペガサスの翼、そうだとかっていう曲ですね。そうだそうだ、はい、ペガサスの朝ね。なるほど、懐かしい。 そしてヴィーナス、長山洋子ちゃん、あ、違う、ね、曲じゃなくてヴィーナスっていうグループ、ロックンロールの、なんだっけ、キスは目にして、おー、ポニーテールした方が、そう、昔のなんだっけ、なんとかそのみたいな、こういう、そうそう、フィフティーズの要するに、うん、フレアのスカート履いた、そうローラーみたいな服着て、そうポニーテールにして、あー、し踊りながら歌った曲ですね。あれそんな前ですか。そうでございます。みゆき嬢が小学校6年の時ですね。なるほど。さあ、そしてこれはね、うん、西田敏行さんが、もしもピアノが弾けたらね。そうです、そうです。あの歌は子供ながらに好きだったな。いや、うん、あのいい歌だったし、本当に西田さんがその歌が上手だったですし、うん、あのなんかドラマ、なんだっけ、池永源太80キロ、あのドラマも好きでしたね。よかったよね。坂口涼子さんと、さいつもこうギャーってやってるね。さで、娘がまた可愛くてね、杉田香織さんと、あーそうか、あと多分なんか2人いたんだよな、あと名前2人忘れちゃったけど、まあ、3人確か娘がいて、うん、っていうドラマでした。あー懐かしい、はいはい、さあそして、はい、チャゲ&アスカ、モーニングムーン、あー残念、ちょっと何その頃、遠くバニーの万里の川、うんうん、でした。
まああの頃でもチャゲアンドアスカもヒット曲バンバン飛ばしてたからね。そうですね、多分年代的に被ってるのかもしれないですけど。あ、さあそして、はい、石川ひとみ待ち伏せだ。そう待ち伏せ、ポンポン出てくんねそうよくあのベスト10見てましたからね。そうね、だから毎週ほっといてももうポンポン出てくるね、この人といえばみたいな感じでね、うんうん、この待ち伏せっていう曲でもさ、うん、あのちょっと大人になってから聞いて怖かったのはさ、うん、なんか割とちょっとストーカーチックというかさ、なんで要するになんか結局角を見た喫茶店微笑み見つめ合う見覚えある二人、あの子がなぜか急に綺麗になったのはあなたと会ってるからので、好きだったのよ、うん、あなた胸の奥でずっと、うん、もうすぐ私きっとあなた振り向かせるみたいな。あ、要するに喫茶店で自分の好きな男をこう、うん、まあ、言ったら待ち伏せしてるわけだよね。そしたらなんか彼女とその自分の友達となんか、それ待ち伏せしてたのかな。そうでしょ、だから待ち伏せなんでしょう。そうかな、うん、だってさ、あなたと2番の歌詞が確かあなたが彼女に急に振られたりしても私はすぐ言い寄ったりしないみたいな歌詞が出てくる、うん、なんかあなたが私のことを振り向いてくれるまでずっと待ってますみたいな、可愛、うんうん、いじゃない。あのさ、ちょっと話それるけどさ、どうぞどうぞ。そのさ、人がさ、うん、こう別れたとかさ、弱ってる時にさ入り込んでくる男って世の中いるじゃん、うん、一定数いるよね。いるよね、いる。だから女性もそうだけど、うん、そういう時に、うん、そういうこう入っちゃいけないと思う。だからその歌の歌詞みたいな女性は私は素敵だと。逆に？逆に困ってるから。うん。ああ、なるほどね。弱ってるのに、その時は、うん、もうなんか好きとか嫌いとかそんな面倒くさいことを言わないで、うん、まあそれが支えになるかもしれないけど、うん、弱ってる時の恋愛はほぼうまくいかないって私の経験上、うん、これは言い切る。さすが大人の意見出ましたね。96% はうまくいかない。ちょっと待って、いや100人に100回に4回ぐらいはちょっと可能性がないじゃないって、ね、ない、うん、だって、うん、私の視野が全てではないから、まあまあそうだね、100とは言わないですけど 96% は、うんうん、何かあって弱ってる時の恋愛はうまくいかないです。あ、そうだよねと思います。なんか冷静じゃないからね、こう、そう、心にぽっかり空いたところにとにかく入ってきた人が、うん、なんとなくこの人が癒してくれるな、あ、優しいなっていうふうに思いがちなとこがあるということなわけですね、うんうん、思う以上に優しさを感じてしまう。なるほど、ね、優しさを普通の3倍ぐらいに感じてしまうとか、うん、そう、まるちゃん言うように、うん、その冷静基準がちょっとずれてたりすると、うん、いいも悪いも過剰にこう感じてしまう心があるから、うん、なるほど、その時は、うん、ね、お友達と一緒に過ごすとかそういう時間の過ごし方をした方が、うん、私はいいと思います。そうだね、はい、とにかくその前の恋愛を一回ちょっとリセットしないことには、うん、っていう次にはいけないよっていう話なんですね。行かない方がいいと思います。あ、ということですね、はいはい、どうぞ戻ってください。ありがとうございます、はい、あとはですね、今は亡きですけど沖田博之君。ああ、いい気持ちだ。そう すげえタイトルだなと思ったよね思っただってあの頃確かさ ABC ABC ってさどんだけ連発すんのよって思ったよね。いやいや、そう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 、で結局あれ歌の内容も本当にそうだったよね、うん、要するに A まで行った、急に綺麗になったあの子が、うん、キャンパスの噂広がる、うん、A まで行ったと、あんはははは、みたいな、うん、要するに A まで行ったってことは、うん、あれ私中止しちゃったんじゃないかみたいな、うん、でやたら決め込んでくるやつらも、うん、なんかなんとかの噂広がる B まで済んだとみたいな、うん、B まで行っちゃったのみたいな、うん、いやちょっとごめん盛り上がっちゃって一人で。でもさ、うん、あれは衝撃的な歌だった。衝撃だった。それでほら私なんかその小学生、そう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 、中学頭か小学生かどっちかぐらいでしょ、うん、まあまだ微妙な年、ね、ちょうどこう思春期な、まあ、そう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 、年齢だから、うん、むやみにあの歌は口にできなかったですよね、うん、あ、そうなんだ、うん、恥ずかしくって、あ、じゃあなんとなく自分で A とか B とかっていうのは、うん、おぼろげながらなんとなく分かってはいたんだ。だってそう、みんなでそういうことで盛り上がる年齢じゃん。やっぱそうなんだね、うん、特に女子の方がこうちょっとだけね、確かにそうだね、そういうところのこう何、うん、話題が、ね、あ、まあそうだよね、そこに集中するよね、うんうんうん、でやっぱり混ぜてる子は中には A ぐらい住んでる子はいただろうからね、小6中1ぐらいだったらね俺もそう、なんか今の丸ちゃんが言うとさ変態親父のつぶやきみたいに聞こえるのは私だけ本当大丈夫、うん、
でまあ、次いきます、ね、懐かしい、はい、そうですね、うん、はい、あとは柏原芳恵の、うん、ハローグッバイとか、ああ、ね、紅茶の美味しい喫茶店ね、ああそうですそうですそうです、はい、でしたね、はい、あとは、あ、松本伊代ちゃんセンチメートルジャーニー、そうですそうですそうです、センチメートル、うん、ということは、はい、イオが16、イオが16の年だから俺も16、イオと俺同じ年だから、いや友達みたいに言うな。そうそうそう、松本伊代さんが、うん、ということは石川秀美さんとか、うん、堀ちえみさんとか、うん、その時代みんな出てますよね。あ、まあそう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 、その感じだよね、うんうんうん、そうですね、うん、そうです、さ、松本伊代さんのセンチメンタルジャーニーとか、あとはですね、うん、あ、石川優子のシンデレラサマーとかですね、あ、うん、だから夏夏夏が出る前ですね、そうですね、まだ、うんうんうん、チャゲが可愛いな石川優子ってちょっと目つけ始めてた頃じゃないか、それはどうかな、きっとそうですか、あとはそうですね、あ、結構マニアの曲もいっぱいあるんだな、なんか屋敷隆人砂の十字架とか、まあ、その辺は全然ね、ごめんなさい、僕は、歌ってないし、屋敷隆人さんっつったらあんたですよね、あんたね、あんたとか、うん、後に東京とかね、そうでございますね、あんたはいい歌ですね、あ、そう、私よく歌ってたカラオケで、うん、屋敷隆人歌うんだ、歌ってた、すごい、詩の内容がじゃあ好きなんだね、大好き、もうじゃあどっぷりそのあのうちのことはええからねっていうところから始まるね、 あそうなんだ、なんか屋敷隆人語るとちょっと語り口調も渋くなるね、なんかなんかちょっと往年の俳優さんみたいな雰囲気、今度屋敷隆人さん特集、特集やってみようか、本当俺あんまり詳しくないんだけど、私結構好きよ、本当、うん、一途も好きだし、やっぱキャネも好きだし、うんうんうん、なんかやっぱ恋愛にこうグラッといった女性の気持ちをなんか歌ってるイメージだよね、あの人はね、それも関西弁で、そうね、屋敷隆人さんの世界の中の歌の世界の中の女性を私は好きなんですよ、あー、そう、その一途な感じ、そう、一途とか我慢するところとか、こう、うん、その女性ちょっと話すの長くなるからやめときますけど、女性が好きなんですよ、はいはい、ちょっと今度やってみましょうか、ね、いわゆるそういう古風な感じの女性が好きなんですね、そうですね、この押し引き加減が絶妙というか、なるほど、ちょっと自分と通ずるところがあると、いやそこまで綺麗にはないですけど、うん、まあ、あれちゃんには分かんねえだろうな、うん、ちょっとじゃあ詳しく次回、そうですね、今度ちょっとやりましょう、はい、はい、で僕がどうしてもやっぱ外せない曲は81年というとやっぱり大滝詠一の君は天然色という曲で、唇ツンと尖らせて、この曲が入ったあロングバケーションというアルバムがあるんだけども、うん、伝説のアルバムになってますけど、うん、これが1981年に発売されて、うん、もうこの年はこのアルバム一色でしたね、僕のその周りの仲間とかは、へえ、これをとにかくヘビーローテーションでその LP レコードを擦り切れるまで本当に聴いてた感じ、あの幸せな結末はもっと後、あれはね随分後なんですよ、あそうなんだ、はい、だからこの、アロングバケーションというアルバムには、まあ、それこそ本当夏の歌、うんうんうん、カナリア諸島にてとか、うんうんうん、雨のウェンズデーとか、まあ、さらばシベリア鉄道とか、とにかくもう名曲がギュッと入っていて、うん、本当にすごい曲がたくさん入っていたということなんですよ、へえ、はい、大滝詠一君は天然色、なるほど、はい、曲でございます、さあ、はい、もうエンディングの曲が聞こえてきちゃいました、もう村さんのコーナーをいただいてるんですけども、いつも話が長くなってしまってね、うん、いつもこんな時間になってしまって大変、いやでもこれ面白いですよね、うん、本当だからいろんなことがこう思い出されて情報としてね、そう、うん、でみゆき女がまたやっぱりこの80年代とか本当詳しいよね、意外に知ってますね、もうすごいよく知ってる、だからそれは覚えようとして覚えたんじゃなくて、勝手にもその時に刷り込まれてるものだから、そうね、多分背中ポーンと叩くとピュッとこう出てくる感じ、そうですね、ことなんですかね、そうですね、あっという間、このコーナーちょっとあの15分近くあったんですけど、うん、あっという間いなくなりましたね、そうなんですよ、ですね、またちょっとこれ改めてやらせてください、ね、そうだよね、はい、タイトルなんだっけ、村沢のミュージックタイムマシン、あそうだミュージックタイムマシン、はい、面白いって言われにタイトル覚えないのそう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 、ちょっとこのコーナー始まる前に、うん、ちょっとダサいかなってまるちゃん実は言ってたんですけどタイトルがね、そうそうタイトルコールがね、うん、うん、でも昭和っぽくてとてもいいと思います、そうそう、なんかディレクターさんもみゆき嬢も、うん、なんか逆に昭和っぽくていいよなんて言ってくれたんで、うんうん、いいと思います、まだまだこれはじゃあチューニングしてですね、そうですね、ぜひまたやりましょう、続けていきたいと思います、はい、皆さんあの 何年代の曲をやってっていうのあったら、そうそう、うん、ぜひあの番組の方にメールでください、そうですね、リクエストいただけたら、はい、その
ね、楽しみたいと思います、ね、はい、お待ちしてます、お待ちしてます、はい、それでは今日も、はい、お疲れちゃん。会話が途切れない。雪じゃない、すごい。時々何かこう。